フーズメイトチャンネルをご覧の皆様、メオスです。インザキです。はい、良平です。ゾースです。世界初のマゾ番組、メガマゾ第3回終わりましたけれども、はい、どうでした？いや、もう気持ちよすぎて何もことないですね。ゴーちゃんは？いや、もうだから、あれだよね、なんか、求めてる自分がいる。あ、そう。より高みを。窓の悪なき窓。あ、そう。はい。羨ましいな。羨ましい。俺もその高みに行きたいよ。確かに今日はインザギだけご褒美なっちゃった、ね。お預けの前に。後でご褒美あげようかな。それはちょっと。何中で、ね、メガ窓中じゃないか。あ、そうか。メガ窓中。メガ窓中じゃない。そう。はい。はい。そう。まあね。でも楽しいね。うん、今回さ、うん、いつもだったらスケッチブックにさ。絵を描いて、まね、そう似てるとか似てないとかだけど、今回はモノマネとかさ、はい、そうだよ、もうバリエーション増やそうだよ。一句とかさ、うん、増えてきてさ、うん、面白いじゃん。はい、面白いです。すごいね、自分で吠えちゃう。いやいやいや、そういうのもありなんだな。ありだね、うん、はい。あんまり発想、はい、ね。ね。だからもうその場で思いついたら言っちゃっていいんだよ。うん、お題を。それが世界初のマゾ番組。世界初ですから。もう何でも最後にマゾになってりゃいいっていう雑な番組ですからね、ある意味。はい。うん、はい、結果がマゾだったらいい。結果マゾだったらいいっていう話、ね。結果喜ぶんで。そうですね。はい。なのでこれからもね、はい、メガマゾもメガマゾもよろしくお願いします、ということで。はい。はい。メガマゾでした。はい。バイバイ。